ら上がってもらって、うん、はい。これまた変身できんかな。あーねえ、どうなんだよ。ねえ、はい、あーサラくん、まずポケモンめちゃくちゃおんな。ねえ、サラくんも一緒に遊ぼうよ。遊ぼう、遊ぼう。おいー、あーねえ、やだ、そんな動きしないよ。線に沿って進むね。ウィーウィー、かわいい。ウィー、かわいい。いいじゃん、どうも。線に沿って動こう。なんか、飽きてきたな。え、早くない？早い。なあ、そこ行かへん。おこやの空き地。え、何それ。最近俺らが見つけた空き地やねんけど、うん、なんかいろんなもんがあって、めっちゃ遊べんねん。楽しそう、行きたい。でも、また怒られちゃうよ。怒られちゃうって？俺らは空き地って言ってんねんけど、持ち主のおっちゃんがおって、その人がめっちゃ怖いねんな。すごく怖いんだよ。まあでもバレへんかったらええやろ。バレずに遊ぶってなんかさ、ポケルン TV みたいでおもろそうや。確かに、あそこで遊ぶの面白いもんね。決まりや、行こう。うん、行こう、行こう。しゃぶいー。よし、大丈夫、おらん、そーっとそーっと。おら、来たでー。はい、おじさん来ちゃうよ。大丈夫やって。あの、これで遊びたい。遊ぶぞ。じゃあこれ、これガシャーン。ピカチュウと遊ぼう。すごい、ここにこんなんがある。やっぱおもろいな、空き地。ねえ、いろんなものがあるね。ねえ、すごい。ほら、お前たち、おっちゃん、逃げろ。あー、いた。あー、待って。もう逃げられないぞ、こっちへ来い。はい。ここは俺ん家だ、わかるな。はい。人ん家に勝手に入っちゃいけないのもわかるよな。はい。じゃあなんで入ってきたりするんだ。それは面白そうなおもちゃがいっぱいあって、これもやりたくて。ほう。これも全部おじさんの。やってみろ。え、けん玉っつんだ、やってみろ。やあ、やあ、出してみろ。こいつはな、こうやってやるんだよ。いいか、こう。あー、すごい。やってみろ。うん、やあ、いいじゃねえか。あとな、もう一個ポイントがあるでしょ、うん、こうだ、こう、こう、うん、上にこうだからな。わあ、すごい、おじさん。やい、おっさん、本気見を返しやがれ。なんだこれ。いや、だから、もう若い俺らが捕まったら、一日中草むすりとか掃除とかを強制的にやらされんねんって。え？誰がそんなことさせるか。おじさん、逃げろ。まあ待て、お前たち、うちで遊びたくて来たんだろ。好きなだけ遊んでけ。ええか。ああ、ありがとう、おじさん。じゃあ遠慮なく遊ばせてもらおうや。はい、やったー、イエーイ。あー、これか。こう。すごい。すごい。すげえ、おじさんかっこええな。こことかにも。すごい。すげえ。面白いだろ。やってみろ。やってみる。うわ。うわ。難しいおじさんこれ。いやいや、うまくできるじゃねえか。ああ、できてるぜ。俺、お前たち、今日はもう遅いから帰れ。また明日も来ていいか。ああ、来ていい。だから今日はもう早く帰る。やったー、よっしゃー。いやー、おじさん優しかったね。うん、いろんなことたくさん教えてくれたし。俺、勉強教えてもらおうかな。え、ソラくんが珍しい。いや、なんかあのおじさん、こう頼りがいがあるというか、なんかこうあんねんな。うん、あるある。じゃあとりあえず明日学校終わったらおっさん家集合しよう。うん、ほらね。バイバーイ。
ただいまー。ただいまー。おかえり。ねえママ、今日ね、とっても優しいおじさんとお友達になったんだよ。おじさん？うん、スーパーの隣の広いお庭のお家のおじさんがすっごく優しくて、いろんな遊びを教えてくれたんだ。そうなの、そうなの、よかったじゃない。うん。あ、ときめお姉ちゃん、明日はさ、縄跳びやろうよ。うん、早速練習だね。うん、行こう行こう。あらあらあら、あなたたち、宿題やったの？もう、おじさんはどうして一人なの？なんでだろうな。おじさんは一人なのに、どうしてこんなにいっぱいおもちゃがあるの？孫がいてな。孫？ちょうどお前らぐらいの年だった。よくうちに遊びに来てたんだ。だからここにあるおもちゃとかも全部孫のもんだ。そうなんだ。私もおじさんの孫と遊びたい。どこにいるの？もういねえよ。でも見守ってくれてんだろうさ。どういうこと？おい話せや。俺が先に取ったんやぞ。トラ君ずっとそれ使ってるじゃん。いや、ハードずっと待ってるんだよ。うるさいな。早いもん勝ちやんけ。貸してよ。しつこいな。ハード。お前が悪いんやぞ。ちょっとサラ君。おめえ。どんなことがあったって人様を傷つけちゃいけねえ。てめえの言い分がいくら正しかろうが、傷つけちまった時点でてめえは悪くなっちまう。だって俺はこれで遊びたかったんや。ああそうだな。だから独り占めして遊ぶよりみんなと譲り合って遊んだ方が楽しいって思わねえか。そんなことないわ。一人でずっと遊んでる方が楽しいもんな。行け、カビゴン、メガトンパンチ。え？どうした坊主、てめえのピカチュウやられちまうぞ。な、何？行けピカチュウ、電光石火や。そんな速さだけの技、カビゴンには全然効かねえな。くそ、ピカチュウの強い技、あの、なんや、教えてくれ。10万ポイントだよ。オッケー、わかった、一緒に行くで、せーの、10万ポイント。さすがにこっちもピンチだな。おい、おめえも来い。え、うん、カビゴンは確か地面タイプの技を覚えるよ。あ、自信だ、自信。じゃあそれは効果抜群だな。うん、よし、じゃあそれでいくぞ、うん、せーの、自信。うわー、やれたまだまだだな。ほら、次どうすんだ、おい。うわー、バシそんな効くか、ズーン。うわー、よし、じゃあおめえもほら、技打ってみよう。うん、いいけいけ。うわー、はい、やろう。やったー。うわー、俺こっちだ。いいやろう。うん、いいな。いい。俺な、今度この町出てくんだ。え？娘がな、一緒に住まねえかって言ってくれて。そんな。俺ももう偉い年だからな。でも、ここお孫さんとの思い出の場所でしょ？いいの？だからだ。ここには孫との大切な思い出がたくさん詰まってる。だから寂れていくここを見るのがな、辛くて。だから寂しいよ、そんなの。うまく言えないけど。それまでたくさん遊んでけ。今の話はあの坊主と妹には内緒だぞ。最後まで何も気にせずたくさん遊んでもらいたいからな。うん。リンゴが3つずつあるから、うん、おー、賢いな。そら違うぞ、お前1かな。違うぞ。ん？お、3つだ、3つ。3本指と3本指で6だろ、うん、やったー、出たー。おー、すごい、そう。よし、じゃあ、うん、いくよー、うん、だー。あー、すごい、滑ってたー。かわいいねー。これもいるぞ。わあ。わあ、すごーい。すごい。おい、おめえたち、おやつだぞ。おやつだー。全部食べちゃおう。なんで、冗談よ。食べたい。じゃあ開けよう。いやー、父ちゃん今日も楽しかったで。ありがとうな。
その呼び方慣れねえな。あのね、幼稚園なのにね、算数できるようになったのすごいでしょ、すごいでしょ。父ちゃんのおかげだよ。あーすげえな、ハノは。そんじゃもう暗くなるから帰れ。はい、わかった。父ちゃんまた明日な。うん、また明日。おう、気をつけてな。バイバーイ。明日何しようか。俺はまずな、国語教えてもらうね。なんか、そらくん父ちゃんのおかげで真面目になってて面白い。なんかな、父ちゃんに勉強教えてもらうとな、嫌な勉強も楽しなってくんねんな。明日も楽しみだね。明日はもう、ないかも。え？父ちゃん、もういなくなっちゃうんだって。どういうことや。本当は二人に内緒にしろって言われてたんだけど、娘さんと一緒に住むことになったからってこの町出てっちゃうんだって。なんでそんな大事なこと黙ってろって言うたんや。私たちのこと思ってくれたのかな。今から父ちゃんとこ行って説得しようぜ。うん、な。二人とも待って。おい父ちゃん、出てこい。なんじゃ、忘れもんか。私たちに内緒でこの町を出ていくなんてひどいよ。ときみ、ごめん。ごめんなさい。せっかく仲良くなったのに、父ちゃんになったのに出ていくなんか許さへんからな。そうだそうだ。俺はお前たちの本当の親じゃない。もう決めたんだ。ほら、親に心配かけんな。さっさと帰れ。どうにかならへんかな。ただいま。ん、あら、おかえり。邪魔すんで。あら、そらくん、もうこんな時間よ。早く帰んないと。いや、俺ら今から大事な話するから堪忍してや。そうなの。じゃあ、おばちゃん後で連絡しとくわね、うちに。うん、よし、どうしたら父ちゃんがおらへんくなるか考えるぞ。うん、あ、そうだ、父ちゃんおせんべいが大好きだから、いっぱいおせんべい買っておけば食べなきゃいけないってなって、きっとずっとあそこにいるよ。せやな、明暗やで、ハーノ。ハーノはお小遣い先月全部使っちゃったでしょ。私たちもそんなにお金ないし。あ、ママ、ね、お小遣いちょうだい。絶対ダメ。あ、じゃあこれはどうや、縄跳びで縛っとく。絶対ダメ。どうしたらいなくならないのかな。いなくならないような理由。なんかよくわかんないけど、理由があるなら原因があるってことよね。だったらその原因を突き詰めれば解決策があるんじゃないかしら。どういうことや。原因、お孫さんいた頃楽しい、今は。そうか。なんや。二人とも、それいい。それなら父ちゃんも出ていかないでくれるね。せやな。そうと決まれば今日のうちに準備して、明日学校が終わったら父ちゃん家に集合ね。父ちゃんには絶対バレないようにしよう。何の話かしら。さて、あとは父ちゃんに何て言うかやな。行かないでくださいとかシンプルすぎるかな。何がいいだろうね。おめえたち何してんだ。父ちゃん、どうしよう、まだ何言うか決めてないよ。どないする。父ちゃん、私たち遊園地作ったんだよ。これで父ちゃんは寂しくないよ。ケモンたちも一緒だし、すごい賑やかになったよ。ここにタクゾーとかマンオーとか友達いっぱい連れてきて、めちゃめちゃおもろい場所にすんねん。だからお孫さんとのこの思い出の場所離れないで。バカ野郎、こんなことされたらおめえどこにも行けねえじゃねえか。父ちゃん、こんな素敵な場所、孫も喜んでるだろうしよ。
しくしてくれたり、いろいろ教えてくれたから、これ、私たちからのプレゼント。お、ありがとな。なんだこれは。ガルードっていうポケモンだよ。父ちゃんに目つきがちょっと似てるよね。父ちゃんみたいに優しいところとかすごいそっくり。そうか、ありがとな。そうだ、俺からもおめえたちにプレゼント買ってよ。ちょっと待っててくれるか。これなんだけどよ。これってスルビー？ ああ、孫が好きだったポケモンなんだけどよ。孫のは緑色だったが、ピンクを見つけてよ。ピンク色で可愛い感じがお前らっぽいなと思ってな。ありがとう。あ、またあそこのモンスターボール倒れてる。だからあの言ったじゃん、それは置けないよって。よいしょ。そしたら、わー、いい。俺はお前たちの本当の親じゃないけどな、お前たちは俺の自慢の子供たちだ。うん、これからもよろしくね、父ちゃん。ポケルン TV のテーマソング Welcome ポケルンワールドの踊ってみた動画コンテストを開催するよ。優勝作品に選ばれればポケルンメンバーからのプレゼントも。家族のみんなやお友達と踊ってみた動画を撮ってみてね。もちろん一人で踊ってみた動画も大歓迎。応募方法はこの動画の概要欄からチェックしてね。みんなの踊ってみた動画待ってるよ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。猿乗りだったのでヒマニーを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。